吉野さんラーメン屋は危ないとしとししきましょうかあのラーメン屋って多分ね今年も新規開業されてると思うんですよ今1月22日ですけどもこの22日の間にも新しいラーメン屋ってできてると思うんですよで去年もたくさんラーメン屋ってできたと思うんですよねお昨年もそうでしょでも現実にラーメン屋さんってすごく熾烈な競争でねもうなんか潰し合いみたいになってるでしょ なのになんでラーメン屋の新規開業ってなくなんないんですかねだってラーメン屋さんなんていっぱいあるから今から参入してもねってなるでしょうなのになんで新規参入があるんでしょうかなんか YouTube と似てませんか ?YouTube も今更ねって言ってもね YouTube のアカウント作る人って別に今日もいるわけですよおそらくねでいまだに YouTube 続けてる人もいるしまあもちろん辞める人もいるわけですよラーメン屋と一緒ですいや全ての業種同じですよ じゃあこの業種は新規参入が全くありませんって業種なんかありますかね馬車か <laughs> 馬車とか炭鉱とかねそんなもんじゃないですかあと何ポケベルは未だにあるっていうことはありますかね新規参入じゃないけども全然利益伸ばしてますからね ISDN 回線も未だに使われてるんですよいやーだからね YouTube が もう今更参加者無駄っていうのは戦略も何にもない人の言うことですよ。いや勝つためには例えばね博多ラーメンがたくさん出ている地域ではじゃあ醤油ラーメン東京行ってみようかみたいなの、ね、やってみたりとかねバターラーメン北海道やってみようかみたいなこともありますしつけ麺行こうかとかねじゃあうどんでどうかとかみたいなこともできるわけですよ。だから確かに飲食店競争激化してますけども。 他では提供できないものを提供するっていう方法があったりとかね他と同じものなんだけども選ばれるような工夫をするとかねなんかセットをやるとかバンドル販売やるとかランチセットをこう安くするとかねもしくは逆にものすごく高いようなね一食1万円のランチを行くとかねなんかそんな感じでなんか5,000円のなんかカツサンドがあるみたいですよねそれはそれで選ばれるじゃないですか。 だってカツサンドが500円とか1000円でひしめ,けてひしめき合ってる中でね2ー,ーのカツサンドも受けると思いますけどもじゃあ1万円のカツサンドどうかなとかねそういうふうにただ単純に質と価格を変えるだけでもそこにちゃんとマーケットって開かれると思うんですよだから YouTube はもう何の戦略も戦術もなくただ量産するだけではなかなか厳しいのかなと思いますよねで吉田さんが言うように YouTube っていうその 見るとか聞くとかメディアっていうのは強くってこれ堀江匠さんがね言ってたんですけども堀江さんのメールマガジンって2万人の登録者がいるそうなんですよね私もその一人なんですけどもでも YouTube のチャンネル登録が何人に増えようとも30万人だろうが50万人だろうが100万人だろうがメールマガの読者さんっていうのはほとんど変わんないそうなんですよどういうことかっていうと今堀江さんのねチャンネル登録 YouTube が100万人だとしたらメールマガの登録者2万人これ2%なんですよねつまりは 全体の情報受信者の2%ぐらいしか熱心に文字を読もうって人がいないんですよね。勉強熱心な人。あとはぼーっと見たり聞いたりする YouTube ファンなんですよ。だから YouTube はこれからも残り続けるということになるんじゃないかなと思います。ただぼーっと聞くだけ見るだけの YouTube っていうのがこれからも強いメディア力を発揮するんじゃないかなと思いますんでね。じゃあぼーっとしてる人向けの放送を作ればいいんで、 文字がダラダラ流れていくやつはダメなんですよ読まないといけないんでねだから誰かが喋ってるやつとかねわかりやすいものとかねそんなのがいいんじゃないですかね、うん、ラーメン屋は危ないでございましたいってらっしゃい